残念だ。まさか君が愚かな動物的本能に負けるとは。違うと？どの口がそれを言うのか。何ですって？忠誠、何があったの？あれは、お母様！ハイヘビ？どうして奴がここに？テレサさん、この前はハイペリオンで世話になったね。私のことをまだ覚えているかい？一応、取引はまだ終わっていないが。同じ人が二人。あ、まさか、こいつの双子？ロザリア、リリア、逃げなさい！お母様、大丈夫よね？すぐ助けるから！カカリア、君が生かされている理由を知っているかい？君は、自分の選択に、死より恐ろしい代価を支払うことになるからだ。ヨルムンガンドは裏切りを許さない。やつら、蛇が自ら崩壊獣に。ちょっと、双子で崩壊獣とか、こいつキャラが被ってるわ。バカロザリア、少し黙ってて。ジャッカルの研究成果を試させてもらうよ。果たしてどこ。やっと面白くなってきたわね。獣なのに人間の理性を保っている。動きは人間のように機敏だし、こんなの見たことがない。でもなんだか違和感が。知性があっても力はただの帝王級崩壊獣。ハイヘビが自ら戦う理由は何なの？まだ何かを隠しているのかもしれない。子供たちを先に逃がさないと。ロザリア、リリア、こいつらは私に任せて。あなた、ロザリア、早く行こう。いや、私はここに残るわ。こいつがお母様に奇襲を仕掛けて大怪我を負わせたのよ。テレサの言う通りだ。逃げた方がいい、ロザリア。同類として君に危害を加えたくない。誰があんたみたいな気持ち悪いやつと同類なの。何を言っている。君とリリアを死の淵から救った手術と同じものだという。君たちや他のモルモットのおかげで崩壊獣因子と人体が融合する最適な濃度を見つけることができた。もちろん君たちの愚かな母親は最後まで自分が施しを受けたと思う。お母様を悪く言うのは。落ち着きなさい、ロザリア。彼はわざとあなたを刺激しようとしているわ。ロザリア、危ない。間違えてしまったか。では、いただく。準備はできたか。
地獄は今始まったばかりだ。ロサリア、逃げて。慎重な行動は決して悪くない。安全な場所に隠れるのも賢明な判断だと褒めてやろう。しかしアインシュタイン、一つ過ちを犯したな。この世の中、安全な場所などあるわけがないだろう。ここはどうやら僕はまだ開演場にいるようだ。襲撃者が僕を殺さなかったのは、僕に利用価値がまだあるからか。やっと目が覚めたなのです。誰かそこにいるのか。あなたに今の自分の顔を見せてあげたいなのです。シュレディンガ、どうして君がここにいる。君はもうエネルギーバランスが崩れ、実体が消え、もう一つの次元に消えてしまったと、そう言いたいなのです。そうなのです。あの一件で物理的な実体は存在の安定性を失い、量子化した個体になってしまったなのです。この数十年間、私はずっと扉の向こう側にいたなのです。君のことを探そうとしたが、君に関する痕跡が何も残っていなかったんだ。私は他の場所でこの世界の人に遭遇しましたが、どうやらあなたたちと彼女たちはお互いのことをよく知らないようなのです。簡単に言うと、私は漁師の海の底、何もない虚無の地へと落ちたなのです。ここから出る方法を幾度も考えましたが、あの世界に戻る目印を完全に見失ってしまったなのです。あなたたちがあの装置を起動するまでは。それは開演の目のことかい。何をしたかはわからないなのです。ここにいる人の中で私はあなたのことしか知らないなのです。でもここのエネルギーは想像を超えるほど高いなのです。それらのエネルギーは同じところから来ていて、近づくことすら叶わないなのです。デザイアジェムだ。誰かがそれに接触したんだ。漁師の海に一体何があったのか、君が知ってることを全部教えてくれ。歩きながら話すなのです。この話は長くなる。